おはようございます。今日は2021年1月11日、えー、午前10時30分を回りました。はい、今日は、えー、成人の日です、えー。成人を迎えた皆さんおめでとうございます。まあね、成人になったらね、いろんなことがあります。まあ、大変でございます。えー、そういったね、えーまあ、よく言われるように、人生の荒波をね、乗り越えて、 まあ、自分らしくね、えー、生きてください。はい、ということで、今日もね、ウォーキングやってますけど、まあ、ご覧のように、良い天気でございます。雲が少しあるんですけれど、こんな感じで、えー、日もね、えー、出ていて、はい、あったかいというか、風がそんなに吹いていないんで、もうね、汗をね、かいているところなんですけれど、 いいですね、穏やかですね、まあ、北陸の方ではね、まあ、大雪ということで、えー、お察し申し上げます、まあ、大きな被害がね、出、えー、な,なければいいですよね、お祈り申し上げます。はい、ということで、私もね、体重がね、一進一退繰り返しております、えー、2日前には84.6キロまで体重が落ちたと喜んでいたんですけど、また昨日はね、85キロ。 まで戻りました。なかなかね、難しいですよね。まあ、これも根気よく、えー、トレーニング、えー、ウォーキングをね、していかないといけないかなと思ってます。まあ、そろそろ脂肪燃焼のためのウォーキング、えー、限界があるのかなと思ってますけどね、まあ、トレーニングマシンを使ったトレーニングは、まだ、えー、考えてません。とりあえずはね、足腰を鍛えるためのウォーキングをね、えー、やっていきたいと思っております。 はい、ということで、今日もね、ワンちゃん来るかなチビちゃん来るかなはい、これからまたウォーキング、えー、続けたいと思います。はい、ということで、今回この件で失礼しまーす。ポチッとな。